今回は大量のサイレンヘッドと大量のカートゥーンキャットを戦わせていきたいと思う。そしてカートゥーンキャット VS サイレンヘッド VS そして SCP-096 の三つどもえの戦いも見逃すな。果たして一番強いのは一体誰だ。ちょっと待った、みんな、今ね、カートゥーンキャットが目の前から僕のこと追ってきてるんだけど、もし逃げ切ることができたらチャンネル登録と高評価よろしく。やばいやばい、来てる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 、どうしよう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 、あーすばらーい。みんなチャンネル登録と高評価ありがとうね。それとよかったらマイクラ内で一番強いと思うキャラクターをコメント欄に書いていってくれ。はい、どうもすばらい先生です。ということで今回は大量のカートゥーンキャットと大量のサイレンヘッドを戦わせていきたいと思う。ただね、サイレンヘッドとカートゥーンキャットがどれぐらい強いかっていうのをね、知ってもらうために、まずはサイレンヘッド、こいつと戦ってもらいます。でいっ、はい、来た、アイアンゴーレムね。まずはアイアンゴーレム10体とサイレンヘッドを戦わせていきたいと思う。じゃあね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、まあこれぐらいか。オッケー、うおー、来た来た、めっちゃ来ためっちゃ来た。じゃあ今からこの大量のアイアンゴーレムとサイレンヘッドをね、戦わせていきたいと思う。いけ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 、あー、いった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 、アイアンゴール。まあでもね、さすがに10体もいるから、うおー、なんかすごい動きしてる、めっちゃすごい動きしてるんだけど、まあ、待って、待って、アイアンゴールがさ、一気に7体ぐらいやられた。しかもさ、HP 全然減ってないし、あ、やばい、もう最後の1体になっちゃってる、これ、大丈夫か、頑張れ頑張れ、あ、はい、ということで、まあ、サイレントはね、もう余裕でアイアンゴールも10体倒すことができるということで、はい、ということで、まあ、サイレンヘッドがいかに強いかってのはね、分かってもらえたと思うんだけど、カートゥーンキャットは今のサイレンヘッドよりもね、全然強いんだよね。まあ、サイレンヘッド召喚してからのカートゥーンキャット、まずは1対1で戦わせていきたいと思う。いただきます。はい、いけ、さあ、いっていっていって、うわうわ、待って、カートゥーンキャットさ、いきなりめっちゃ腕出したよ、腕出して腕出して、近寄って近寄って近寄って、あー、いった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 、サイレントに一気にダメージ与えて、ダメージ与えてからの、うわー、うわまあ、サイレントすら余裕で倒してしまうね、カートゥーンキャットはやばいってことが分かってもらえたと思うんだけど、じゃあまずはね、サイレンヘッド5体 VS カートゥーンキャット、これやっていきたいと思う。さあ、それじゃあいくよ。まずはね、サイレント1,2,3,4,5、さあどうだ、これでどうかな、これでどうかなっていうところだ。ああ、まず早速1体やられて、あ、待って、5体以上召喚しちゃったんだけど、これ大丈夫かな。あーっと、カートゥーンキャットが早速1体倒して、あ、暴れてる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 ね。あっと、待って、カートゥーンキャットどこ行った、カートゥーンキャットはこっち行ったかな。あっと、あ、いるいる、生きてる生きてる生きてる、カートゥーンキャットまだ生きてて、パルス攻撃から、あー、2体目倒したよ、2体目倒して、じゃあ3体目どうだ。あー、待って待って、また噛みつき攻撃をやっていて、え、なんかもうすごい動きしてた、え、待って、どこ行った。あっと、まさかの3体目もやられた。さあどうだ、カートゥーンキャットが暴れて、おお、サイレントも暴れてる、サイレントも暴れてて、あっと、これさ、あのさ、あのカートゥーンキャットさ、腕がめっちゃ入るよね。さあ、この戦いどう、いい感じにお互いダメージ与えてる。あっと、4体目もやられた。さて、残り残ってるのは、はい、2体、いや、3体、3体のサイレント、これどうだ、倒せるか。あー、帰ってきた帰ってきた帰ってきた、カートゥーンキャット帰ってきて、猛攻してるよ、めちゃくちゃ攻撃、うわうわ、腕の数やばい、あー、やられた、残り2体、残り2体よ。さあ、どうなる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 よ、これ。さあ、これで、2体目もやられちゃって、あー、全部のサイレントやられちゃったね。サイレント5体じゃ、カートゥーンキャットにはね、当てなかったね。いやー、ちょっとね、ふざけた顔してるんだけどね、こいつめちゃくちゃ強いね。はい、それじゃあね、5体のサイレンヘッドじゃ、カートゥーンキャットに全然勝てなかったから、今度はね、サイレンヘッド10体。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、いけ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 、さあ、さすがに10体いれば勝てるんじゃないか、さすがに10体いればカートゥーンキャットでもやられちゃうんじゃない。さあ、1体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 、いよいよいよ、さあ、まず1体目、まず1体目、2体目、3体目、待って待って、今回のカートゥーンキャットちょっと強すぎない。さあ、4体目を華麗に倒そうとしているけども、待って待って、カートゥーンキャットの腕がやばい、腕の数が半端ない。さあ、サイレントは力を合わせてカートゥーンキャットと戦っているけども、いやー、あ、待って、あ、あ、あ、カートゥーンキャットやられたんじゃないこれ、あ、待って、腕になって戦ってる、カートゥーンキャットやられたけど腕だけで戦ってる、あ、今回はカートゥーンキャットがやられた、これ珍しいね。はい、じゃあね、いよいよお待ちかね、大量のサイレンヘッド VS 大量のカートゥーンキャットを今からやっていくんだけど、あー、そうだな、サイレントとりあえず20体、
キャーいいね。とりあえず20体ぐらいで今サイレント召喚したんだけど、絵面やばいね。これだけの数がいたらなんか勝てそうな気するけど、じゃあそれに対してね10体ぐらい12345678910 OK いけ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 、スタートだ。うわうわうわって、いきなりカートゥンキャットがサイレント1体倒して、早くない？早い早すぎる早すぎる。ちょっと待って、これさ全然サイレントさ数足んないか。うわ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 、待って、うわあああ、待って、サイレントがさもう一瞬でどんどん倒されてる。ただやばいよこれ。あー待って、もう30秒ぐらいでさもう全滅しちゃったんだけど。そうだね、サイレント、まあ、50台ぐらい召喚していこうかな。はい、行こう。いけ、どんどん召喚して。召喚。これだけのサイレントいれば、カートゥーンキャットといえどね、多分勝てないと思うんだよね。さあ、カートゥーンキャットが今のところフィールドには1体しかいない。いや、2体か。2体しかいないから、もう少し追加。もう少しカートゥーンキャット追加。OK! いけ。さあ、どんどん。あー、相変わらず、サイレントがどんどんやられてる。早くない？早い。サイレットがもうだ。待って、もう半分以上数減ってない。これちょっと援護するしかないな。これちょっとどうしようか。やばい、待って、あーここにいるサイレットもやられちゃって、また終わっちゃったから、ちょっと待ってね。はい、行こう。あばい、クリエイティブモードからサバイバルモードに変更してきたんだけど、めっちゃ来てるんだけど、今回ねこのジェットパックって、嘘でしょ。何そんな高くいっても死ぬの。はい、ということで大量カートゥーンキャット VS 大量サイレンヘッドはカートゥーンキャットの圧勝ってことで終わったんだけど、ちょっと待ってね、1個ね検証したいことがあるんだけど、この SCP-096 シャイガイ、こいつもね結構強いんだよね。サイレンヘッド、これ戦わせたらどっち勝つんだろう。さあ来た、ちょっとねサイレンヘッド2体召喚しちゃったんだけど、今ねシャイガイとサイレンヘッドがねこれから戦うよ。さあ来たよ、暴れた。あ、いった、待って、サイレンヘッドのさ HP めっちゃ減ってるんだけど、これさいけるんじゃないか。これどっち勝つ。あ、待って、サイレントやられちゃうんじゃない、これ。あ、サイレントやられたけどどうだ。なんかあれなんか復活してない。あ、復活して、ずっとシャイガーにダメージ与えてる。待って、サイレントって不死身。じゃあちょっと気になるのはシャイガイ VS カートゥーンキャット、これさお互いさ死ぬまで追ってくるっていうさ性質持ってるけど、これどっち勝つんだろうね。ちょっと試してみよう。はい、待って、今さあカートゥーンキャットさ完全にこれさ SCP-096 の顔見たっしょ。今完全に挑発してたよね。あー、これもしかしたら戦いが見れるかもよ。これ見れるかもしんない。あー、カートゥーンキャット VS SCP-096、 この戦いどっち勝つんだこれ。さあ行くか。あ、待って、あれ、なんかどっか行っちゃったよ。なに、ちょっともしかしてカートゥーンキャットのなんか圧みたいので、なんかさ SCP-096 さバグっちゃってるんだけど、あ、待って、あ、行ったよ。あ、行った。あ、ええなんかさ SCP-096 の攻撃受けたらさ猫になっちゃったんだけど、なにこれ、どういうこと。待って、 SCP-096 の勝利。じゃあね、今度は SCP-096VS、サイレンヘッド VS、さらに、カートゥーンキャット。この三つどもえの戦いをね、やっていきたいと思う。さあ、誰が勝つ？さあ、まず早速噛みついて、あー、これでサイレントやられてしまって、待って、これだ、あ今度はさ、SCP-096 が一撃でやられた。やっぱね、カートゥーンキャット強いな。さっきはたまたま SCP-096 が勝ったっぽいね。じゃあ今度は、最後ね、これ。はい、カートゥーンキャット、サイレント大量からの、さらに SCP-096 も大量。かつ、カートゥーンキャットも大量。さあこれ誰勝つ、これ誰勝つかな。あーっと、待って、画面が見えないけど。あー、すごい。うわ、待って、またさ、サイレント一瞬でやられて、SCP-096 を、ああ、いや、ちょっと待って、やっぱカートゥーンキャット強すぎるな。ちょっとこれさ、もうちょっと、サイレンヘッドの数も増やして、かつ、SCP-096、これの数をね、相当増やさないと、カートゥーンキャットには釣り合わないから、さあ、帰ってきた。さあ、カートゥーンキャットが早速、待って、サバイバルモードにされたから、一旦クリエイティブモード。SCP-096 は生き残ってて、サイレンヘッドも生き残ってる。で、カートゥーンキャットは、サイレンヘッドをめちゃくちゃ攻撃してるんだけど、あ、ちょっと待って、
今回いい勝負じゃない？今回いい勝負、いい勝負、いい勝負、いいね、いいね。あ、みんな戦ってる、みんな戦ってるよ。あーでも着々とね、ちょっとカートゥーンキャットがサイレンヘッド倒してるから、これどっち勝つから、あーあーどうだどうだ、これ三つどもえ、三つどもえ、三つどもえの戦いになってるけど、うわって、やっぱさ、カートゥーンキャット強すぎるな。あーでもすごいね、ちょっとあの SCP-096 もジャンピング攻撃でサイレンヘッドを倒してる、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 倒してるよ、これ。いいね、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 いい勝負、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 いい勝負だよ、これ。さあそこにカートゥーンキャットが一体暴れてるで、あそこ一体、ほらほらほら、めっちゃジャンピングして暴れてるんだけど、いやちょっと、あ、待って、え、こっちがさ、サイレンヘッドじゃなくて SCP-096 ほとんど全滅してる。あー待って待って待って、あ、待って、今さカートゥーンキャットやられた、やられて腕だけになった。あーっと、さすがに一体これだけのサイレンヘッドだと勝てないか。さあそうなるとサイレンヘッド VS SCP、 あー096やられてる、096やられてるよ、096が持ち上げられてやられちゃうか。待って待って、これ最後、最後の一体じゃない。あ、でも SCP-096 が一体サイレンヘッド倒した。え、強くない？ちょっとさ、 SCP-096 めっちゃ頑張ってる、一人だけなんだけどめっちゃ頑張ってる。あーでも持ち上げられてダメージ受けてる。あーこれどうかな、さすがに。待って、倒した、あ、倒した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 、すごい。ちょっと待って、 SCP-099 強いな。じゃあさすがにちょっとカートゥーンキャット足んなかったから、カートゥーンキャット追加して、あーこれはやばい、これやばいね、これは食われて、さあ残りサイレンタ10体と、SCP-096 が、まあ2、30体残ってるね。あー今さ、またサイレンタ食われたね、食われて食われて、あ、待って待って待って、あ、今さ、あの SCP-096 が猫にした、カートゥーンキャットを猫にした、これいい戦いになるよ、いい戦いになる。あーっと残り残ってるのはカートゥーンキャット1体と、サイレンヘッド複数の、シャイガイも複数、これ誰か誰かつ。さあカートゥーンキャットがこれ狙いをサイレンヘッドに定めている、定めて定めて、あーあー、サイレンヘッドがカートゥーンキャット倒した、これ誰かつんだ最後。あ、てかさ、こっちさ、あの SCP 同士で戦っちゃってるんだけど、ちょっとこっちさ、あの味方意識とか全くないじゃん。ちょっとね、これ切りないから、あのカートゥーンキャット追加しよう、カートゥーンキャット追加して、とカートゥーンキャット VS シャイガイの戦いになってるんだけど、ワンチャン SCP-096 がカートゥーンキャットを猫にすることができれば勝てるけど、どう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 、あーやられて、待って待って、あ、待って、猫になってない、何体か猫になってる。あー、すごい、まさかのカートゥーンキャットを全部猫にして、シャイガイが、いや待って、まだ痛い、まだ痛い、いる、まだ痛い、いや残ってる残ってる、いや2体残ってる残ってる残ってる、いや残ってたわ普通に。あーこれ食われてどうなるかな。あーやられてやられてやられちゃった。さあカートゥーンキャットが SCP-09、 やばいやばい、武装してる武装してる、これさもう全部倒して終わっちゃうかもしれない。あーカートゥーンキャットやっぱ強いね、なんか動きすごくなってる、しかも腕がすごい、腕がねめっちゃ攻撃してる、 SCP-096 複数相手して、相手してる。あっ、あっ、あー猫になった、猫になっちゃったから、これさ実質 SCP-096 の勝利じゃない、これやばくない？ SCP-096 が勝った、これ完全にカートゥーンキャット勝つと思ってたんだけどね。はい、ということで今回の動画は以上だ。この動画が面白いと思ってくれた人はチャンネル登録と高評価よろしく。